ほら。ほら。こう探るんだ、ほら。ほら。死亡は実際にありました。これを。水いったか。傷が癒えることは決してありません。しかし、コントロールできるようになって、こっち見えへんな。数年後、ジル・ジェイコブスさんと結婚。今はジル・バイデン博士となった彼女は、43年の結婚生活で、夫の大統領選挙への立候補を伝えてきました。今日、私は大統領選挙に立候補することをここに発表します。最初に私が求めるのは、皆さんの助けです。これをどうすんねん。割れとるやないかい、これお前。2回目は2008年でした。最高の自分になれるよう努力します。選挙戦から撤退した後、れとるやない大統領候補としてイリノイ州のオバマ上院議員と手を組みました。入れすぎた。私、ジェセフ・バイデンは人種に誓います。しかし2015年、バイデン家を再び悲劇が襲います。長男の孔子が死亡で亡くなりました。孔子はずっと自分の父は大統領になれると信じていました。今、バイデン氏の出番が来ました。次の大統領として、前例のない難題の中、国を主導する仕事。これはえらいことなんぞ。私たちは転換点に来ています。私たちには、カメラワークが。しかし、繁栄と目的のある国を築くチャンスがあります。原稿あったから。私たちには、それができることを私は知っています。映ってないな、こう。副大統領候補の中見えてへんやん、迷うぞ。バイデン氏が当選すれば、黒人としても女性としても初めての副大統領になります。バイデン氏が総選挙を行った会場で、ハリス上院議員は、私は女性として最初の副大統領になるかもしれないが、決して最後にはならないと演説し、アメリカは可能性の国だと強調しました。アメリカ ABC です。カモア・ヘロス・ジネイ。アメリカの歴史はカマラ・ハリスに刻まれました。私たちにはより良い未来を築いていく力があります。56歳、パクリコタリメンな入植人種、アジア系でありアフリカ系の人が副大統領に選ばれました。いいよ言ったな。長いこと女性は、黒人女性も、アジア系、白人、ヒスパニック系、しょうもないの女性は平等、自由、そして正義のために多くの犠牲を払ってきました。特にアフリカ系アメリカ人は民主主義の大きな支えとなりました。ジャマイカ出身の父とインド出身の母の娘として生まれ育ったハリス氏は、公民権運動に関心を持ったといいます。大学生の時に歴史のあるこれを、これ、ぽいでしょ、こう。これぽいやろ。初めて司法長官になるまで様々な障害を乗り越えてきました。しようがない。2番目の規模の司法長官になりました。2016年、カリフォルニア州で黒人で初めて上院議員に選出されました。当時のバイデン副大統領の前で就任の宣誓をしました。そして今、バイデン政権の副大統領に選ばれました。女性初となりますが、私が最後ではありません。小さな女の子がそのテレビを見て、アメリカには可能性があると思ってほしいからです。ハルス氏のこの発言の VTR を選んだのはとても力強く感じたからです。うっさ、特に入植人種の女性と待て、多くの人に希望を与えてきました。どっから取るかやな、こう取るか、やばい、こう取るか、一緒やな、こう取っても一緒やな。おい、バイデン氏が大統領に当選しますと、ビルズ軍は副大統領時代の8年間の国民的権を持つファーストレベルになります。いいよ。またハリス上院議員の夫のラブエヌコク氏は史上初の副大統領ってへんやろ、セカンドジェントルマンになります。アメリカ ABC です。彼らは選挙戦を通してバイデン氏とハリスのそばにいました。
住者のジル氏とラル氏のカップル。私はジルの愛と普段の支えがなければここにはいません。そして夫のフライパンもあれか。夏でか。言葉で表現できないほど深いけどか。ジルバイデン博士はホワイトハウス。